この DVD があなたを一級合格に導きます。阿波野塾検定編一級合格だよ全員集合。一級合格のためのスキー用具の選び方、大きく、まあ、スキー、ブーツ、まあ、プレート付きのビンディングとかね、いろんなこう組み合わせがあるんだけど、特に目立つこう技術的に、進歩していく、またこう上達していくためにこう割合的に何が大事かなっていうのはありますか？やはりあのブーツとスキーの硬さのマッチングというんですかね、うん、あのスキーが硬くてブーツが柔らかいだけだとスキーがターン前に足が折れてしまったり、うん、逆にブーツが硬くてスキーが柔らかいとかだと、まあ、当然板が弱いので、まあ、力が十分に板に伝わらないっていうようなところがあるので、まあ、硬いある程度硬いブーツには硬いスキーとか、柔らかいブーツには柔らかいスキーとか、ある程度そのスキーとスキーの板とブーツのマッチングを考えて、まあ、セットした方がいいのかなというふうに思うので、どっちがいいどっちが悪いというのはないんですけども、うんうんうん、まあ、その辺のバランスかなというふうに思います。あのミクちゃんに今度聞きたいんだけど、スキー板のね、はい、もし選び方とか、はい、その辺のアドバイスをもらえますか？そうですね、結構女性ですと、まあ、筋力もまあない方もやっぱ多いと思いますし、でそうするとやっぱりあのスキーを動かすっていうことがやっぱり硬い板とかだと難しい、あと長い板でも難しいと思うので、だいたい160センチぐらいの少しこうテールとトップがすごく動かしやすいような板選びをされた方が、女性は160センチぐらいで動きやすい板、そうですね、まあ、ある程度こうねじれが、ね、うん、あるものがいいのかなっていうイメージはあるんだけど。それでは小回りの検定の様子を見てみましょう。まずはジャッジ陣のお手本から。小回り種目のジャッジポイントは、設定されたバーンの中で同じ速度で小回りができ、重心の落下エネルギーを利用したエッジング操作が行えているかどうかを見ています。横滑りや大回りにも共通したターンポジションの作り方とターンコントロールの流れが課題になります。この滑りではターン前半のスキーの方向性を定めながらエッジング動作を行っています。これによってゆったりとしたスピードの中で深く丸いターン弧が描けています。栗山弘樹デモの滑りは、小回りの連続したリズムをキープするためにエッジング操作とストックワークの連動性を強調しています。小回りにおいても重心移動に伴ったターンコントロールが課題です。ターン中盤から後半部分のターンを仕上げる角付けが大切になります。では受験者の方たちの滑りを見てみましょう。3番の方の滑りは、ターン前半のスキーの方向性を定めながらエッジング操作をしています。これによってスペースを広く取れたターン弧を描いているところが良かったところです。